楽しみですよ、すごく阪神ダービーで。やっぱりセレッソとやれば大阪ダービーですし、ヴィッセルとやれば阪神ダービー、ダービーはやっぱ盛り上がるんで、そういう試合をこなせるっていうのは選手としてすごい貴重な経験ですし、はい、すごく楽しみです。やりたかったダービーでしょうか。そうですね、関西の中でどれかとやれればいいなと思ってましたし、はい、もし広島とやることになったら、広島と4連戦、天皇杯の結果もありますけど4連戦とかになってたんで、広島だけは嫌やなっていう気持ちはありながら、まあ、そこもうまく避けて関西ダービーで阪神ダービーでやれるんですごい楽しみです。ガンバもナビスコを取ってますし、そこからあのナビスコのタイトルから長らく遠ざかっているんで、はい、去年あの J2 のタイトル取りましたけど、本当にチームに必要なのはもっと大きいタイトルだと思いますし、ガンバがこれからどんどん大きくなっていくためにもナビスコ、天皇杯、J と今自分たちが取れる可能性のあるタイトルは本当に全力で狙っていきたいと思いますし、はい、貪欲にナビスコのタイトルも取りに行きたいと思います。